序盤で大事なのは石草棒あたり。あとヤシの葉が欲しいかな。袋がないと困っちゃうんで。でもここ多分ヤシの葉ないね。一つ目のマップは、基本的にこう、島を巡って、祠みたいのを解放して次のワールドに行くっていうのを繰り返すゲームなんですけど、一つ目のワールドだと作れるもの少ないし、あんまりやってて面白くないので、まあ、とっとと先に進んじゃった方がいいんですよね、ということで、あまりクラフトは最小限にして、先に進むことを優先しようと思います。食べ物だけでなんとかしないといけないんですけど、ウサギとかはね、あんまり倒しても、肉がなんか肉にならなかったりするんですよ、ね。そうですね。あれは、でかいイノシシは殺した方がいい。から、棒が欲しいのですが、木の棒欲しいんですけど、もうないですね、ここ。この島、棒がない。ないので、槍が作れない。槍が作れないと、ナイフで殺さないといけないんですけど、ナイフで殺すのは割と面倒なので、あいつはスルーする方向で。このゲーム特殊、食い物がすぐ腐るんで、あんまりいっぱい食い物持っても意味がないんですよね。あれだ。で、その、解放しなきゃいけない、ほこらっつかみたいのが、でっかい塔。あれですね。あれを3つ回んなきゃいけないんです。あれと、あと、あそこにも見えますよね。あれが2つ目。で、全部で3つあるんで、まあ、とっと3つ探しましょう。おっと。草のロープは2個。多分あの正面にも一個ありますね。あれも多分そうです。だからあそこと、あそこに行けばいい。なんか正反対でちょっと、回るのが大変そうですけど。ちなみにですね、見た目が割とゼルダっぽいので、ゼルダっぽいものを想像する人もいるかもしれませんが、ゲームとしてはゼルダとはまるで別物ですね。戦
動とかほとんどないし、探索、うん、あの、世界を探検する楽しさっていうのかな。発見を楽しむみたいな要素はないです。あそこに見たこともない動物がいるとか、変わった景色があるとか、そういうの一切ないんで、まあ見た目綺麗なんで、そういう意味で ただ単に旅するのは楽しいんですけど、まあ、特別なんだろう。すごい景観があるみたいなことはないので、箱庭を旅して楽しみたいみたいなゲームが欲しい人はやらない方がいい。それを望むと多分裏切られちゃう。割とね、主人公スペランカーなんで、多分ね、こんぐらいの段差からでも落ちると怪我する。怪我する高さがいまいち分かんないんですよね。これ、そう、今平気だったでしょ。ほら、これ平気なの。これどっちだ？こことあっち？あそこ塔見えないですね、今のとこ。遠いから見えないだけなのか、ないのか。あっちの右手奥に見えてる、なんかあの、高そうな、高い山がある島が、この世界のゴールですね、とりあえず。あれ？なさそう？見えない。あんまり余計なとこ行ってる気がしないんですけど。まあ、いっか。ないね。ないな。どうしようかな。一応夜？行かなくてもいいんですよね。だから、あの、
あれがないとこには。まあでもせっかくで素材取りに行きましょう。なんだろうあの白いの。なんだあれ。あ、あれだ。遺跡ですね、多分あれ。あれが、あのでっかい牛が、まあ、序盤の関門というかなんていうか、あれ強いんですよ、最初は。時間が経っちゃえばそうでもないんですけど。葉っぱがあと1枚欲しい。棒を取って槍を。親イノシシどこにいますか。子供。親だけやればいいかな。いない。いない。あれいない。あ、なんかある。いた。川がいんのか。どうしようかな。作る先行く。悩ましい。石の箱欲しいんだけどないんですよね。
大岡に来い。ラッキー、タイルくれた。猛烈に足の方があと一枚欲しい。ないかなぁ。骨の矢とかいらないなぁ。多分まだ道具使えないんですよね。あった。よしの方。あ、草のロープは2ついる。枝もうないかな。枝がね、割と枯渇するんですよ。
相手と勝負しようかと思いまーす。さらに2体とじゃ無理ゲーなので、1体ずつ剥がさないといけないんですけど。困りましたね。後ろにいればまあ大丈夫なんですけど、こいつ。一匹だとだいぶ楽なんですけどね。いっぱいある。序盤としてはかなり素材たっぷりじゃないですかね、ここ。シャベル何に使うのかな。一回作ったことあるんですけど、粘土方面がいまいちよくわかんないんですよね、存在価値が。
を掲げる。ああ、消えちゃった。ちょっとね。おお、質問、ほう、夢で追い風を受けてでも、こう。こうか。で、どこだ？あれだ。あそこ。いや、そこ行ってないよ。行ってない。あ、またいる。もうあれ倒しても意味がない 意味がないってことはないんですけど、お肉はもう余ってるので、無理にやる必要がないんですよね。そう。日本とすごく腐るんで、必要な分を必要な時に取っとけば十分なんですよね。なので、あいつは虫。トサカもね、多分そんなに使い道がないんですよね。そもそもあのハンマーも、なんで取ったんだろう枝はね、いっぱい使うからバンバン取りましょう。序盤は枝が一番足んないんじゃないかな。あと、豚も、豚は皮を落とすので、皮が結構使うんですよね。というわけで、親豚さんを倒しに行きます。でね、武器も割とすぐ壊れちゃうんです、この辺。逃げましょう。めんどくさいので逃げましょう。なんだあのピカピカしてんの、ただのホタルかな。
皮が足りないかなって感じかな。次こ次。肉はね、すぐ腐っちゃうから、本当はとっと食べたいんですけど、とっとと食べるほどお腹が減ってないんですよね。タイムアタックモードとかなんかスコアモードが欲しいですね。スコアモードが欲しいかな。なんか2周目のモチベーションがもうちょっと何か欲しいかもしれない。
ワンアップ、反戦を犯してる、なかなか楽しい。あっ、ホップの。余計なこと喋ってたら危なかった。でね、なんか岩とかぶつかるとね、岩とかぶつかって船の耐久度がなくなると、その場で船が大破するんですよね。どっちがいい？槍。槍かな？いや、どっちかな？弓かな？槍かな？弓だよな。弓。意味くれよ。
また劣化しちゃった。なんか行く余ってるしなぁ。今週は何ありますかね。枝ぐらい。枝だけ集めて次行きますか。枝っつうか棒か。
そこと、先あっち行くか。あれ、そうですもんね。多分登るとこですよね。完全逆風だとそっち進めないんですよね。お前が回り込まないと。行きづらい。風が辛いな。かわいいじゃないの、あれ。まあ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 。かわ。
まあ、この辺割と同じことの繰り返しなんですよね。正直ね、どうにかしてほしいなと思いますね。同じことをこれ5、6回繰り返しますからね。5、6回というか5面ん ?5、6面あるんですけど、そう、世界を移動するたびにこの塔を登ってあの階をセットするを3回繰り返すっていう、延々と繰り返しなんで、同じことをかなりの回数するんですね。そこはめんどくさい。めんどくさいか。飽きる。またかって感じ。風上に住むのが辛すぎるんだけど、そこ行きたいな。一応寄ってきたいんだけど、あそこのちっちゃな島。うそ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 う、溺れ死にますからね、あっさり。ナイス。なんだこれ、なんすかねこれ。初めて見た。で、あいつと勝負をしないといけないわけですが、弓があるな。一回逃げまーす。何本取った？
ちょっと待って。いや、当たってんの今の。絶対当たってないと思うんですけど。あ、いや、わかんない。嘘、死んだ。やがない。いや、ほん、はい、一生からやり直しです。そう、まあ、弓とか取ったまんまになるんで、その辺はだいぶいいんですけど。ほんとこのゲーム戦闘やりづらいんだよね。なんかすっごいもっさりしてんの。今のもなんかね、妙に照準合わせるのがうざいしね。わざとそういう風にしてるんでしょうけど、やっててつまんないよね、戦闘自体は。あの、サバゲーとしての、サバゲーの戦闘としては、そういう方向性もありかなと思いますけど、アクションゲーム的なものを目指すんであれば、もう、ダメ。全くもってつまらない。体力とかも戻っちゃってるんだろうな、これきっと。棒が足りませんね、全く。
あの戦闘もね、まあ、ちゃんと逃げてればよかったんですけどね、勝てるかなと思ったんだよね。棒ねえじゃん。棒がないです。ないよね。あっちにも棒なさそうだよね。次行くか。棒がないので武器もない。そうかな。根を欲しいんだよな。一本くらいないかな。ないね。はい、やるか。割とハメ殺しっぽかった。今どこ飛んでった？これバグなんだよな、きっと。どっか飛んでっちゃうんだよね。今どこ飛んでった？死体がすごいけど飛んでくるんですよ。マジか。どこ行っちゃった？ふざけんな。どこ飛んできました？ないよね。ないよね。何今の、頑張って殺したのに。ないじゃん。した。あれか？あれじゃない？あの光ってる青いやつ。違うか。違ったわ。終わるかな？よし、終了。しまいです。ご視聴ありがとうございました。